はまた可愛げのある少年よのかつてそなたのような少年とメノラを巡ってやりおうたことがあるな。あの時の少年は死を超えて生き延びるために死の力を欲していた。そういう運命を何者かに植え付けられていた。気づいておるか？そなたにもあの少年と同じく何者かの息吹を感じるぞ。しかしその目論みに利用されるだけというのも面白くない。そなたを完膚なきまでに潰し、死という名の最高の快楽で可愛がってやろうぞ。Burn!
ろしい。吹き去れ。受けよ。魔人、マザーハーロットの討伐を確認。それにしても、死が最高の快楽だと。ならば、生とは何だ。生きることは苦痛だとでも言うのか。もし生きることが苦痛ならば、この世は地獄であると言えよ。ならば、それは正しく直さねば。